さあ始まりました寿司ラーメン。藤山です。袴です。川本です。忍です。はい、じゃあ元気始まりました。今回は煮干し、はい、煮干し煮ぼ煮ぼラーメンと。わー、そして今回の、タオルは、お、今回の、はい、バディタオル、バディタオルは土浦に一台です。おお、今まさに甲子園、今年ではないですよね、6年前、はい、6年前の大会の土浦に一台のタオル。はい、さあ煮干しなんですが、はい、昨日仕込みをしてあります。ありがとうございます。煮るとかはこっちでやろうと思ってて、はい、まずこれ動物系スープの元になる動物系のね、はい、スープ、まあ、今回動物系は、鶏ガラは使わないで原骨、豚の原骨と背脂、煮干しだけじゃないんですね。煮干しだけじゃないです。動物系スープで、それの元になるのにこのハエを出し取ってあります。わー、透き通ってるな。煮干しや昆布、はい、貝、エビとかを入れて、これに下茹でしたやつを豚骨を煮込むと。これで煮込むのは今からなんですね。そうそう、煮干しスープが、こちらももうまたあらかじめ、はい、うわ、仕込みをしておりました。はい、どーん。うわ、なんかでっかいのもいる。昆布とこれが煮干しが3種類ですね。大きい子もいますね。片口いわしね、普通の。はい、それにこれが嫁の実家からね、青森の煮干しを送ってもらって、これはね、いわし、片口いわしだね。もういわし、うん、いわしの煮干し。へえ、まあ、いわしの稚魚じゃん。はい、でも、もうちょっとある程度制御になってるやつ。昆布もこれ北海道行った時に仕事で、はい、いい昆布ですね、うん、いい昆布これ。はあ、ラウスだ、ラウス。しゃぶりたい感じのそうだねすんげえ珍しい、あの、出汁があったの。はい、カツオとかさ、サバとか聞いたことあるじゃん。はい、鮭の、鮭節。はあ、鮭節がこれ買った時に、鮭節がおまけでちょっとお試しみたいのもらって、はい、それも入ってます。すげえ、はい、これ返し、醤油ダレ作ったでしょ、塩ダレも作ったでしょ。そのタレをベースに、エビや干しエビやカツオとかホタテの貝柱とかで、砂糖も三温糖がいいっていうね、はい、はい、茶色い砂糖ですね、はい、はい、三温糖も入れてあります。手間、はい、すごいっすね。これを昨日の夜から、昨日の夜飲みながらやってました。12時間ぐらいはもう、うん、漬けた状態にあるんで、すごい。さあ、それではこれを、はい、いってみましょう。煮込みましょう。今回場所がね、はい、新しくなりました、ね、はい、新しくなってます。あ、いて、ここいて、え、頭そうだね、ほら張り出しています。うん、張り出しよかったな。あれ、開けれない人？いや、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、2回言うとき、大体ダメな時だけど、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。あ、結婚おめでとう。あ、ありがとうございます、すいません。すいません、ありがとうございます。結婚おめでとう。ありがとうございます。指輪。よし。開きます、開きます。開けました。要は、この髄が欲しいんですよね。はい。これが溶け出すっていう、この肉、はい、ここについてる肉、これいらないんで、はい、あなたに今回、はい、今回からようやく、はい、包丁を使ってこの肉取り、ブヨブヨを取ると、ブヨブヨ、これが下処理です。あざす。はい、こうしながら削いでいくか、削いでいく感じだね。はい、わかりました。煮込んだ時に取れるから、はい、別にそんなに細かくやらないでいいんだけど、はい、血合いが一番いらねえから、はい、血のある部分とか、はい、うまく取ってください。はい、了解です。はい、長い修行期間を終えてね、今ちょっとようやく包丁を持たせれるようになったね、はい、3年目かなこれをこしましょうか。うわ、黄金スープ見て、もう美味しいのではっていう。ああ、ホタテが出てきた。ホタテが、これちょっとコッシーするから、そのままにしといてね。これコッシー、コッシー動いた。コッシー、コッシー、あれ、コッシーあったよね。あったあったあった、コッシー。酔ってる
にシラフですよ今。はい。あ、濃厚なのがこれに下処理してくれてる、はい、豚骨をこれで煮込みます。それラップしといていい？ラップして。はい。よいよ。あ、よいしょ。よいしょ。来ましたね。ありがとうございます。ちゃんと動けたわ。あ、よかった。ね、目がね、目が、はい、水出しした煮干し。ここにさらに追い煮干ですか。はい。煮干煮干。おお。タラワタも、ちょっと大村がえぐみあるのが好きって言ってたから。はいはいはい。タラワタと頭は取りません。熟成煮干し。はい。三種類の煮干しを入れて、はい。だし取りしましょう。はい。あれ、刃先を自分に。なんか今すごく危ない使い方してたけど大丈夫かな。いや、そのリンゴを剥くようなこう要領で剥くような人とようさんの話。リンゴを剥くような要領で今からはい煮干しオイルを10分経ちましたか。10分経ちましたので止めさせていただきます。そして止めたやつをはい煮干はいここに粉末したやつにこれをまた入れてまたゴロゴロゴロってやった後スープを入れてセメント色にします。おいわゆるセメントスープドロドロになる感じ。はい、次は青みと、はい、2かけぐらいとあと、はいはい、あのやったことないから、はい、経験しよう。はい、わかりました。玉ねぎも半分玉ねぎ半分、はい、ネギ、あの結婚して、はい、まあ、家事手伝い、はい、やってなかっただろうから、はい、家事手伝いをやれるように。そうですね。これを煮込んだやつがラードになるからね。まあ、結局それは煮込んでやったから、はい、ね、形はどうでもいいの。生姜あやってね。え、二かけって言われたら、はい、だいたい、はい、二かけって言われたら使わない、洗わなくてよかったんですか。洗ったでしょこれ。はい、洗ったんですか。え、今袋から出しましたよ。洗ってよ。あ、生姜ももちろん。はい、だから今土少し土ついてる、ね、土かな。こんぐらいがだいたい一かけっていう。はあ。二かけがダメなんだ。はい。まあ、もっと細かい基準もあるけど。はい。これがこの二つ。はい。洗って。わかりました。全部あの野菜洗う。二かけぐらいちょうだい。果たして二かけとは。No。No。二つね。あ、二つ。はい、で根元でやりすぎ、もうここが一番切れるから、はい、野球のバットの芯があるから、こうやってやって、はい、これ捨てる、はい、あとはこれを、はい、玉ねぎの皮を剥いた後、はい、剥いて、ちょっとこっちに自分の皮を剥いてます。いやいや、いい、大丈夫です、大丈夫です。かぶってるのもバレちゃうので、これ半分かぶってるのバレちゃう。まずかぶってないとできないからこうやって地味に袴さんが拭いたり、そうなんですよ、止めたりしてるのが一番、ありがとうございます、一番ね、はい、難しいですよ、この動きの方が。あー、それか。どのぐらいの大きさ
はい、お好みですからね。あー上手。これできる芸人さん、袴さんだけです。いや、そんなことないです、います、いっぱい。下処理してくれた、げんこつを。はい。下茹でね。これは、兜が一生懸命、そう、余分なものを取ったやつ。はい。で、ここ。下処理結構うまかった。あ、本当ですか？うん。やったー、全然試合が出てこない。うわすごいいいよ。ありがとうございます。よし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 。げんこつうわいい匂い。これはいきます。豚です。煮干しのいい匂いが。煮干し背脂、背脂広瀬香味野菜。広瀬香味野菜たち、もはや当たり前に立ってしまった広瀬香味野菜。はい、火を入れます。はい、アクを取って水分減らしまして、なんかもうパッと見おでんみたいでうまそうなんだよな。沖縄のおでんだよね。弱火にして1時間ですね。はい、今度は次ははい、あ、ごめん、撮影中。あ、ごめんね。いやいや、今撮影中、いや、買い物から帰ってきたんで、すいません、こちらこそ。こちらこそ、はい、こちらこそはい、はい、みです。取った煮干しを、はい、まあ、入れてドロッドロのやつになるよ。これがあのセメントスープになりますわ。セメントスープ、はい、レディーゴー。うわーお、わー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 、すげえ。ニボニボ、うわニボニボですよ。ドバうおドバドバ50、ドバドバ90分。デバデバ90分。あ、じゃあこれがまだ第1弾ですからね。あ、まだ第1弾ですか。これまだ何回も。うわお、この容量でございます。煮干油、煮干し油、煮干し油、もう中的に言った煮干し油をですね。おうまおい、うまって言ったか。煮干しの粉を入れます。粉を油に、うん、ちょっと私行きます。はいはい、はい、じゃあちょっとお仕事。はい、はい、そうです。いらっしゃいませ。あのソープ予約してるんで。あー、なるほど。どんな仕事カッコつけ方振る。見てほら、うわうわうわすごい、ね、またより色が。うわ絞り取ってる、すごいね。泡が出ちゃってるよ、もう泡立ってる。何、泡立っちゃって。あ、何、もう白くなっちゃってんじゃん。見て、糸引いてるよ。今度かな。じゃあちょっと出来上がったのが見てください。はい。うわー。うわうわ。コンクリートやもん。チャーシュー仕込んできまして、はい、低温調理でちょっと中レアめにしたいなっていうことなんですけど、アイラップ、アイラップ、アイラップ、お、耐熱のラップ、ビニール袋、こういう風に入れて湯煎するっていうね。へえー、すごいね、はい、袴さんも技術上げてきてるね。コトコト煮るんですよ。はい、これでやってきたんですけど、はい、いい感じでできてますね。袴さん、おどうですか、いい色の感じじゃないですかね。これもしかしてバラ、バラじゃないです。ロース味がどうでしょう。うん、オッケー。あ、うん、めっちゃうまい、めっちゃうまい。さすがです。あのね、
こう、これ切り方、ごめん。はい。この長いチャーシューがいいな。それで1枚。そう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 。お、その感じだよね。なんか低温調理。ぱっくり。うん、そうそうそう、そんぐらいで。それの方が多分こう煮干しラーメンに合うんじゃないかなって。どうですかこれ。ライアップチャーシュー。さすがです。パッとね。今回もちょっとやらせていただきました、はい、メンマ、はい、ありがとうございました。早い早いもう袴ちゃんちょっといつもと違って鶏ガラを抜いて、でちょっと醤油濃いめで、でしっかりめで、まあ、あの太さはちょっとこれから大将に聞いて。普通でいいですよ。普通太さ、はい、メンマなくてもいいぐらい。毎回言われるじゃないですかそれ。先ほど袴さんに教えていただいた。結構太メンマに仕上げてます ね。はい。うまい。ありがとうございます。おお、この破壊力ある煮干しスープに負けない。はい、ありがとうございます。素晴らしい。そして、はい、煮干し油できました。おお。書いてみてください。すごい。もううまそう。香ばしい。これはすごいな。食欲そそるというか。はい、いやこんな。はい。はい、これで。はい、それ横は大丈夫ですかね。はい、新しいチームでお前がとね、嬉しいだろ。嬉しいですね。開けてみたいと思います。はい、どんどん。うわー、うー、うん、来ております。すげえ。とろとろ。映ってますね。お、いいじゃん。はい。ね。チーユもね。はい。もういいんじゃないか。あ、本当ですか。背油にセメントスープに混ぜてとろみを。煮干しのやつですね。煮干しのセメントスープに背油を。そうですね。こんな風なんだ。すげえ。攪拌すんだ。すげえすげえ。面白い。攪拌すんだね。ドロッドロっていう感じじゃないんだね。はい。面白いね。これは一回もう一回火通さないと。ね。火通したらどうなるんだよ。ドロッドロになるんですかね。これはもちろん なってくんねえと困るよな。はい。ここまでしたのに。ゼロゼロになってますよ。見てください。これが溶けて、うわ、来たドロドロ。なるほど。ちゃんと溶けますね。お、よし、はい、30分経ちました、こっちも。オッケー、もうこっち、そっちも乳化だいぶしてるでしょ。はい、もういいんじゃない。OK、いきます。おお、ほんで、それとこれもう合わせちゃおうか。はい、セメント投入。うわーい、セメントになった。はい、セメント強し。セメント強し。して、うわ、来ました。すげえ。袴丸さん。来たー。来てます。ほら、煮干しラーメンのやつじゃん、これ。煮干しラーメンのやつですよ、うん、これ。うわー、いい匂い。これをさらに、はい、また、あれしちゃうんですよ。あれ残っていた煮干しが今投入されまして、はい、はいはいはい。さあどうだ、どうでしょう。来ました。いやー、すんげーすんげーのができてる。うわ、ドロッドロ。うわ、いいですね。煮干し全部。全煮干し。全煮干し。うー、真っ白になってるも
白い。はい、煮干しスープの完成でございます。ありがとうございます。できました。はい、煮干しいらないような気がしないでもないけど。まあまあ見た目ですよね、見た目。はい、これはのけといてもらって。うわ、このスープの色全然あるよ。あるね。うまやばうまにぼいただきます。はい、にぼ素晴らしい、素晴らしいね。ちょっと動物系と煮干しの比率が、はい、100点だな。うん、まうますぎてちょっとね止まる足が。いや、今までで一番前、一番、一番だよね。一番かもしれない、うん、味噌とかいろいろやってきたけど、はい、塩とか一番。めちゃめちゃうまい。到着いたしました。今日の僕のラウンドメンバー、東京ダイナマイトの松田さんと、どうもよろしくお願いします。元プロロッカの佐野です。よろしくお願いします。いや誰だよ。久しぶりだな。まあ皆さん誰だよでしょうね。まあ松田さんはまあもちろん、まあ5期生で、まあ大西ライオンとか同期ね、同期で、はい、あやべ、そうですね、あたりかな。そうですね、あやべとはまあ仲良くやって、あれもそうですよね、仲良くやってた。はい、錦鯉、錦鯉のガスマスクのだから渡辺とか、まあプロロッカもね、もうこんなのがもう一人いて、その相方、山男がなんか2人いるんですよ、はい、何年ぐらいですか。一応7年ぐらいなんで。あ、じゃあ結構やってた。ただ辞めてもう17年経っちゃって、まだキングオブコントっていうイベントがなかったんですよ。なかったんです。あ、そうか、絶対行ってたんですよ。そのお客さんにこそ受けなかったんですよ。やっぱ山男2人だから。そうだな、そうですね、確かにお客さんもそう。でももうそういう時代じゃないじゃん今。うん、違う、ちゃんとネタを見る時代だから、もう、うん、絶対言ってたのに。もちろん出待ちも一人もいたことないですどうなんですか今日は藤山。過去一、過去一、はい、あ、そう。何がクオリティ、うまさが、マジでもうめちゃくちゃうまいっす。はい、どうぞ。うわすごい。これ振り返ってたすげえ。うわすごい、やばいよこの匂いよ、このあ、すっごい魚介の、今日あったかいいつもちょっとスープが、もうちょっと熱かったらなっていうのがあったんですよ。いいですか、もう。じゃあいただきます。いただきます。じゃあ佐野さん、すみません、はい、先に、はい、お先に、はい、スープから、スープからいけってやつね。うまー、過去一ですよ。ニボニボにしましたんで。どう、うまー、過去超えた。いや、過去一ってマジで言い過ぎじゃない、過言じゃない。すごい、初めて。いただきます。あー、うまっ。うまいなうまいな、やばくないですかこれ。なにこれ、うちの藤田です。すごいな、こんなのがさ全商売できるじゃんこれ。手作りです。これはマジで過去一だ。めちゃくちゃうまいわ。これは過去一だ、うん、間違いない。なんだろう、臭みもゼロですね。ゼロ、意外と角がない、うん、煮干しめちゃくちゃ、あの、うん、ゴリゴリ煮干しがいいって言ったから、あの背わたとかも取らずにやったんですよ。麺とスープの相性抜群ですよ。抜群、はい、ありがとうございます。絡んでるよ、あの、もうなんだ、浮いてない、浮いてない、過去一浮いてない、過去一合う、過去一浮いてない。すごいな、ほんとにうまいよ、ね、なにこれ。いや、ほんとにうまいですいや、ほんとにうまい、いや、いや、あの滝口、あの袴と、うん、はい、あのアフラモンキーズも一緒なんですけど、はい、そうだね、で終わった後に絶対ラーメン屋探しとけよ。俺こういうの探せてまさにこれ、こういうの探してほしいの。
ちょっと、煮卵は今日は、あ、僕です、はい、いや、うまい、今日もうまいね。煮卵担当なの？煮卵、煮卵とチャーシューです。ほんと、チャーシューも作ってるの？チャーシューも作らせていただいて、全部手作りで、はい、すごいな。低温調理でね、はい、今回は。うわ、またこのパターンもあんの？はい、また味がある。ありがとうございます。これマジでうまいな。チャーシューすごい味が染み込んで、全然脂っぽい感じじゃない。そうそうそう、はい、もし煮干し感がもうちょっと欲しかったら、あの煮干しオイルがあるんで。なんだこれ、もう煮干しラーメンといったらこの、うん、ブロック何玉ねぎだっけ、この紫の皮の紫玉ねぎ、紫だ、そのまんまだった。煮干しオイルちょっと入れたわ。じゃあ煮干しがもう正直十分このスープでいいですよね。いいですけど、うまい、入れたら持っていい。うまい、なんだよこれ。煮干しの酢みたいなのは見たことあるけど、これは見たことないですね。うまい、アップするでしょ、煮干煮干感。これメンマ担当だ。うめえよ。やったー、ありがとうございます。これは来ました、マジで店レベル。これマジで金取れるよね、このラーメン。全然取れるよ。これ1200円出せる。おお、そうです、1200円ですね。まあ、1000円超えても文句言わないよ。うわうまい、いいのできたね。できました、自信あったもんね。はい、嬉しいっすね。嬉しい。煮干し系って最初ガツンってきて衝撃でうまいんだけど、飲んでるとやっぱ苦味とかさ、えぐみ、うん、煮干しの独特のえぐみあるじゃん、はい、あれでちょっとくどくなっちゃう時があるんだけど、ないねこれ。だってもう7割方、うん、背脂がマイルドさせてる。やっぱ、うん、あれ入れて正解なんですね。確認して正解かもしれない。よしよしよし。ぶっちゃけ、うん、コストが、あ、高いね。全然かかんない。これ一杯1000円いってない。おお、意外と奇跡の調合ってあるじゃん。はい、今日だけ奇跡でできたとかってあるじゃん。大丈夫これ。あ、それ大丈夫、全然。あ、そう。全く同じの作れる。あ、手間はね、かかるね。佐野さんもですよ。佐野さんも。はい。スープとかで飲みます。いやー、これはうまいよ。いやー、最高でしたよ。やっさー。じゃあ、月1ぐらいでやってるの？はい。月1でやってます。次回は。もう単体行こうか。そうだね、もう醤油ラーメンを、塩が、味噌が、もうその中で書いてるのがもう全部いったから、タンタンね、干し漬物、タンタンか豚骨だね。 あ、ガチ豚骨ね、福岡の。どっちが作りてんだよ。どっち出します。もうその感じタンタンだろ、お前も。俺タンタン作りたい。いや、違う、タンタンね。じゃあどっちじゃない、タンタンじゃない。わかりやすいな。タンタンにします。二郎さんにもね、食べさせたいんですけど。もう入院中だから。二郎さん今ね、あー、なんとか早く消してほしいですけどね。ぶっ倒れちゃうかもしれない。やべえっすか、ラーメンは。まあ二郎系も、二郎系もね、なるほど。二郎系いける？二郎系いけます。二郎系も取り入れないとね。全然いけますよ、はい、そうですね。その時までに二郎さん復帰してたら、まあ、二郎さんと千鶴村上あたりを二郎系ね、連れてくればね。ということで、はい、松田さん、佐野、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ということで、また来週、さよなら。はい、オッケーです。パジャマに作ってやろうか。あ、ありがとう。